キム・ミョンミン&ガールズデーヘリ出演、もののけ、9月13日に韓国で公開決定、予告編を公開、動画あり、写真イコールシネグル、株、キ、ダリ ENT、ロッテエンターテインメント映画、もののけ、もののけ、が韓国公開日を9月13日に確定し、第1弾ポスターと予告編を公開した。配給会社ロッテエンターテインメントは6日午後、もののけ、の第1弾ポスターを公開した。もののけ、は、朝鮮王朝第11代王、中宗、春正、22年、1527年、疫病を持つ怪物、もの、の怪、が現れて混乱に陥った朝鮮。そして大事な人を守るために命を懸けた彼らの死闘を描く作品だ。朝鮮王朝実録に記録された、聞いたことも見たこともない怪異な怪物であるもののけをスクリーンで描くのだ。公開された第1弾ポスターで姿を現したもののけは、軽々たる眼差しで見る人々に恐怖感を与える。もののけに立ち向かう捜索隊4人の悲壮な姿からは、疫病を持つもののけから、恐怖に包まれた朝鮮と愛する人々を守ろうとする意志が感じられる。彼らがもののけに立ち向かい、果たしてどんな活躍を見せるのか、好奇心を刺激する。写真イコールシネグル、株、左 ENT、ロッテエンターテインメントコレトと、後に公開された第1弾予告編は、実際の朝鮮王朝実録の記録から始まる。もののけの出現により百姓たちは恐怖を感じる。悪くなった民心を定めるためにもののけ捜索隊が結成され、ユンギヨム、キム・ミョンミンは捜索隊員たちと共に追撃に乗り出す。しかし結局、もののけが都の城の中に姿を現し、もののけの恐ろしい実態を見ることになった百姓たちは、驚いて逃げる。緊張感が高まる中、本格的にもののけと戦う捜索隊たちは、体を惜しまない強烈なアクションを披露する。彼らが果たしてもののけを捕らえることができるのか、観客たちの好奇心をくすぐる。続いてエンディングで誰かを覆うもののけの姿は、見る人々に強烈な印象を与える。もののけ、にはキム・ミョンミン、キム・イングオン、ガールズ・デーのヘリ。パクソンウン、パクヒスン、イギヨンヨン、チェウシクなどが出演する。